スキージャンプの笠井紀明です。オリンピックに出たのが初めて出たのが1992年、そこから22年かけてようやく自分の個人メダルと、そして団体戦のメダル2つ取ることができたので本当に嬉しく思います。22年かけて個人メダル取れたことは嬉しく思ってますけれども、ただ 1.3 ポイントで銀メダルという形だったので、なんかちょっと悔しいなっていう気持ちだったのが個人戦ですね。団体戦は、今非常に厳しい世界のレベルの中、長野オリンピック後はもう日本チームが5位、6位ぐらいが定位置だったので、全然メダルを取れるような位置ではなかったんですけれども、今回こうしてソチオリンピックで銅メダル取ることができて、長野以来16年ぶりだったので、そしてまた他のメンバーがみんな万全じゃない中、最高のジャンプをしてくれて、そして僕にバトンタッチをして、途中長野オリンピックじゃなくてリレハンメルオリンピックの原田さんの失敗が少し頭によぎりましたけれども、これが4番手アンカーのプレッシャーなのかというのも頭をよぎったんですけど、そういうプレッシャーにも打ち勝って最後にいいジャンプができて、そしてメダル取ることができたので、感動のできるメダルですね。そうですね、2番手の竹内拓選手も難病にかかってしまったということでしたし、3番手の伊藤大輝もオリンピック前には膝痛めて、それを押して、オリンピックにメンバーに選ばれ、そして一緒に、一丸となってできたことが本当になんか感動できる、泣ける試合でした。この22年オリンピック出てきた中での経験とか、いろんな経験が僕の中にもあって、そしてこの最高のチャンスを逃すわけにはいかないという強い気持ちもあったので、そっちの強い気持ちの方が多分強かったんじゃないかなと、これがメダルにつながった一つの理由だと思います。もちろん、ジャンプが好きだということ、そしてライバルがいたからこそ、やっぱり1998年の長野オリンピックではすごく悔しい思いをしましたし、この悔しい思いをすること、そしてライバルがいることによって自分のモチベーションがずっと保ってこれたんだなと思っているので、これがやっぱりここまで自分を駆り立てたっていうものだと思っています。オリンピックに初出場してメダルすぐ取れる選手もいるし、もう何年もかけてメダル取れる僕みたいな選手もいるし、多分その時の運とか、そういう流れとか、そういうものがなんかオリンピックにあるなと思っていて、前回のバンクーバーオリンピックぐらいでこれはなんか少しずつ噛み合ってきたぞっていう、そういうものが自分に感じてたんですよね。で、今回のソチオリンピックの時には、ソチオリンピックの前のワールドカップでいい成績も出てましたし、これはソチオリンピックで必ずメダル取れるんじゃないかと、そういう流れなんじゃないかというのが自分に感じてたので、オリンピックというのは、ジャンプは本当に難しい競技で、この4年に一度、この時たった2本0コマ何秒のスピードの中でやってきて、それを出すのって本当に難しいと思うんですけど、これも全部そういうリズムというかタイミングというか、そういう流れだと思うので、焦らず、そして一生懸命努力して頑張っていけば、そういう時は来ると思っているので、スポーツをやってる、オリンピックを目指してる未来のある選手たち、みんな焦らずに、そして自分の夢を大きく持って、夢を持ってやってもらえたらなと思ってますね。
そうですね、もちろんソチオリンピックが終わった後もうメダル取ったのは銀メダル、銅メダルだったので、僕の一番の目標は金メダル取ることですけれども、まあ、次の4年後のオリンピックは45歳になります。まあ、まだまだ諦めずにやればメダル取れるんだということはこの今回のソチオリンピックで分かったので、年は関係なく4年後またその8年後を目指して、自分の夢を目指して金メダルという目標を持って頑張っていきたいなと思っています。そうですね、レジェンドっていうのは自分発信じゃなく海外の方からレジェンド、レジェンドって言われ始めて、そういったすごい素晴らしいネーム、冠をつけてもらえたということは、まあ、自分でも嬉しく思ってますし、まんざらでもない気持ちでいるので、もうまたこれからもっとどんどんいい成績を出して、このせっかくつけてもらったレジェンドという、言葉に恥じないように一生懸命やっていきたいと思います。夢は努力で叶える、これは僕がいつも思っている言葉で、努力して、頑張っていけば必ず夢は叶うと思うので、オリンピックを目指している皆さん、努力して頑張って夢を諦めずやってください。